皆さんこんにちは、堀川みくみチャンネルです。今日は、高知黒潮カントリーで柏ワールドオープン練習ラウンドさせていただいてます。すごい雑じゃない。な吉田太一プロと阿久津美幸プロです。よろしくお願いします。お願いします。6番ホール465ヤード、はい、さあここのマネージメントはどうですか。広いんですけど。広いって思えるんだ、はい、調子のいい証拠だね。右のバンカーは250ぐらいで入るね。50ぐらいで入るのが270、はい、超える。アゲンストじゃなければ超えるんで、はい、ちょっとグリーン周り結構池があって難しいね、はい、そうです、はい、セカンドショットはちょっと風のジャッジが難しいかもしれないですね。ということはやっぱ手前に池があるんで、まあ、ヘアウェイに打ちたい、はい、打ちたいですね、はい、はい。じゃあお願いします。お願いします。今季絶好調中の絶好調です吉田太一プロ、今回この1ホールで質問たくさんあるんで聞いていきたいと思います。さあ左サイドギリギリ、ギリギリラフです。ラフかな、はい、はい、じゃあアクスプロよろしくお願いします。お願いします。先週は惜しくも予選落ちてしまいましたね。最後清水大成のバーディーバーディーにより62位が全員落ちるということになってしまってまあでも讃えましたよ。最後練習に来たんで彼が、最後ナイスバーディーって。さすがです。お前のせいで落ちたんだとかは言わないよね。そんなこと言わない、それは言わないよね、はい、逆の立場のこともありますからそれはね、はい、一打でも最善を尽くすのがプロですからね。そうですそうです、はい、心の中にそれはしまっておきます、はい、思ってんじゃん。あったんだあったんだ心の中思ってんじゃん思ってんじゃん一番最悪じゃんついに一人で乗りツッコミするようになったんだ笑いの腕ばっか上げてゴルフの腕お願いします。聞かないんだ俺には。待ってなのね、はい、どうやって打ちますか。フェアウェイ向いてドーンですね。フェアウェイ向いてドーンですか、はい、まあ、右のバンカーには入れたくないですよね。セカンドが池越えになるので、はい、そっか、バンカーはちょっと砂取ってしまったらね、あの池とか入っちゃうから、やっぱ、はい、やっぱり使うのでフェアウェイ置きたいですね、はい。まあ、左のラフは最高 OK と思って OK です。はい、左のラフ行っちゃった本当に。これは左のラフかな。いやどうだろう。あ、ギリギリですね。ギリギリヘアウェイかな。はい、狙いは150ヤード地点です。多分僕ね右のバンカー越えないんで、あ、ミキヤと大輝と一緒の左ラフ OK でいきます。最近ドローボールが打てなくなってちょっとフェードボールになったので、ヘアウェイ左端打ち出してそこからフェードでってイメージで。ああ、打ち出せてないけどこれは耐えたでしょ。もうフェアウェイ、フェアウェイ、ナイス、OK、よし、ありがとうございます。視聴者さんからのいろんな質問が来てるんでちょっと答えてもらいたいんですけど。吉田大輝くんでしょ。もうすぐこっちにもう正直答えてもらいたいです。阿久津先輩でお願いします。こういうトーナメントを回ってる時って、今週は優勝を狙いに行くとか、今週はベスト10狙いに行く、今週は予選通過を目指してやるとか、うん、目標がやっぱ違うんですか、その最初の時点で。どうですか先輩僕からですか。あと一応やっぱり1年間24試合ぐらいあって、はい、まあ、コースがね24、はい、4コースあるわけで、はい、やっぱり得意なコース、好きなコース、はい、苦手なコースがあるので、うん、やっぱり毎試合優勝狙うっていうのはちょっと見当違いかなとは思いますよ ね、まあ、ね。で一応僕は毎週毎週カットライン予想と優勝予想っていうのをするので、はいはい、まあ、そこに対して自分が今週、まあ、例えば優勝が16アンダーだったら、はい、10アンダーぐらいは出せそうだなっていう、そういう感じの目標を立てますね。大輝は、僕はその週のやっぱグリーンの自分に合う合わない、はい、そのタッチも含めてなんかラインが読みやすい読みにくいとかも考えた上で、うん、何アンダーだったら自分で最高出せるかなっていうのを考えて、はい、まあ、それが優勝なのかどうかは分かんないですけど、うん、まあ、まだ大輝は本格参戦がね今年が、はい、今年2年目、初シード選手、初シードは初シードです。そうだよね、シード1年目、はい、だからまだ自分の合う合わないのコースはちょっと分かんないから、はい、まあどの試合も全力で行くっていうのがね、はい、あれだけど、でもその目標設定によってさ、ゴルフ自体は変わる？変わる、ね、いや、そこまで変わらないですね。そこまで変わらない、うん、はい、例えば今週は優勝したいからもう木曜日からピン行っちゃおうみたいな。あ、もう全然ないです。ね、いつも刻んでるけどドライバーでとかっていうことはしないですね。あ、そうなんだ、はい、まずは予選通過するために2日間、やって、それが良かったらそのまま行く感じですね、うん、はいはいはい、実際にさ、その
プロたちがギアを上げるみたいなさ、うんうん、このピンに打つみたいなのって大体 何日目のどの辺ぐらいからなの？これは俺聞きたいわ。間違いない、僕も聞きたいです、それは。あのピンに行かないくなっちゃったんで。いや、もちろん初日もピンは狙うとこは狙いますよ。でも本当プロたちのさ、あるあるでさ、はい、学生時代の方がバーディーをたくさん量産してるイメージ で、プロになってからバーディー数が減るっていうのは、はい、多分マネージメントするんだよね。そうですね。だピンに打たなくなるから徐々に徐々にそうなると思うんだけど、でもその分ボギーも減りますよ、ね。まあ、そうだね、うん、だからトータル上がるのはスコアは大叩きがなくなるけど、うん、はいはい、でもその最後、それこそね、大輝は優勝争いも何回かして、はい、うん、どの辺でギアを上げてるって感じ。ビザのさ、最終ホールはさ、はい、もうあれ何打差かあったからさ、はい、もうあれはもう池入ってもいいぐらいの気持ちでしょ。いや、それでもやっぱり池だけは避けるマネジメントでいきました。あ、あ、じゃあもう最後まで自分に徹して、はい、そうです。でも行けると思ったショットはもう絶対行くようにします。あ、そうなんだ、はい。どの辺からギアを上げていくんですか、優勝争い。上がったこともねえし上げる必要もねえんだよ、まだ。やっぱり優勝争いで最後その、ね、パッドで入るか入んないかとかの時は絶対オーバーしようとか、最終ホール、ね、1打差2打差だったらちょっと2を狙おうとかなるけど、まだそのないね。ビザも奥から打ってんのよ俺、段の上からビザ奥から僕2段グリーンの上からあの4段目打ってバーディー取ってる、多分俺ぐらいだよ。過去にも三ツ矢だけだったと思うけどねウエッジで打つか迷って、優勝したかぐらい湧いてた、湧いてました、はい、イーグル取ったのって言われたんでガッツバーディーですって言いました今週はちょっと最後にギア上げれるようにお願いします。そうですね、はい、173ヤード7番アイアンでちょっとフォローなんで多分でかいと思うんで軽くいきます。やっちゃったこれ。うわー、やっちゃったよ。もうね、これが一番やっちゃいけない。今言ったよね、7番アイアンで軽くとか、もうね、絶対フルショットなのよ。もう8番アイアンじゃなきゃいけなかったのに、バカ。はい、セカンドショット距離は168、ちょっとフォローなんで8番でいきます。はい、右 OK だね、これね。素晴らしい、ピン方向じゃない？ちょっと右ですね。あ、キック悪し。ちょっと右、はい、はい、157ヤードです。157、はい。クラブは？クラブは9番ヤンです。9番ヤン、はい、飛ぶね。ちょっとフォロー、ちょっとフォローなんで、で、手前からちょっと走るらしいんで、はい。球の止めるところはどの辺が理想ですか？ピンの近くです。ピンの近く、はい、じゃあピンの近くです。ピンの近くに取りました。はい、質問ですが、はい、一緒に回ってマナーとかそういうのじゃなくて、プレーが遅いとかじゃなくて、うん、回りにくいプレースタイルってどういうプレースタイル？例えば自分が一緒に回って回りにくいと思うのってどういう感じ？まず分かりやすく言ったら、うん、まあ、極端に速い人か極端に遅い人かだったら、極端に遅い人の方が嫌ですね。まあそうだよ ね、はい、ね、うん、なかなか待つ時間が増えちゃうからね、はい、まあ、速い人は別にそんなに嫌じゃないよね。速い人は、まあ、もちろんゴルフにおいてね、やっぱプレーファーストいいことですけど、はい、でもプレースタイル的にはあとは大気は飛ばす人と回るとやっぱり自分も振っちゃうっていうのはあります、ね。ああ、そうだね。確かにちょっとね、生き物とはまた違うけど振っちゃうよね。この負けたくない精神。はい、なんかそれを言うと僕逆で、まあ僕基本的にはドライビングディスタンスっても下の方なんですけど、まあ、まあ僕よりまあ数少ない飛距離が飛ばない選手いないでしょそんなの。いない森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 っていう言ってる本番も。いない森なんですけど。はい、あ、先に打たれてピタッと来られる、うんうん、ピンに絡められると、はい、あんまりですね。先に打ちたい。まあそうだね、はい、確かにそのティーショット飛ばないということはセカンドショットを先に打てるっていう利点もあるからね。利点、うん、だから先にそれをつけられたりさ、もちろんその風を先に打つと参考にされるとかもありますけど、うんうん、そのドローヒッター、フェードヒッターに関してはそんなに気にならない。ないですね、全然気にならないんだ、はい。うん、そっか。あります？いや、そんな気になんない。何回、はい、さあ、アプローチお願いします。このアプローチちょっとね、シチュエーション難しいね。
まあ、簡単に説明するとボールからエッジまでがだいたい5、6ヤードでエッジからピンまでがだいたい5ヤードぐらい。そうですね、もう1対1です。1対1、はい、1対1だけどもやっぱり落としどころっていうのはグリーンに落としたよね。そうですね、このギリギリとかっていうよりかはもうこの辺に落としたですよ ね、はい。そうするとまあキャリーの方が少し大きくなるかな。そうだよね、そういうアプローチはちょっと難しいと思うんですけど、言ったらちょっとふわっと打つというかね、死んだ球を打たなきゃいけないんで。死んだ球すね。ただこれあの幸いにも左足上がってるんで、ボールを殺しやすいので少しスピンがかかる打ち方でね、はい、あのこの間の御殿場のやつを見てもらって、ありがとうございます。レッスンしていただきました。おーうまい、ちょっとスピン入って、いやちょっと傾斜が強い、うん、最後に右に流れたけど、まあまあまあ、ナイスです。ありがとうございます。まあ、ピンまで20ヤードぐらいなので僕もランニングアプローチで1対1の10ヤードぐらいに落として10ヤード転がるように。うまいんだけど早いんだよ先輩。めっちゃ早い。今週グリーンがめちゃくちゃ速くなってる。さあピンの近くといって大体バーディーパット、はい、結構下りなんで寄せながらいきます。実際この距離ってさ、まあ、カップ過ぎてからすごい下ってるじゃん、はい、これを入れるっていう感覚あんの？全くないです。もうあの手前にある程度止めるぐらいのイメージで僕打ちます。よくね、はい、カップの縁に止まったらさ、あー打てなかったって言うけど、もうそれ OK だよね。もうそれが最高ぐらいですね。うん、ちょっとそれって言ったけど、ね、まあ下りの速いと本当に難しいね。お先です。はい、ナイスパップ。ありがとうございます。とんでもない激ピンだねこれ。試合やったらこれ結構すごいですよね。だってもう傾いてるもん、はあ、え、こんなに傾いてたの？それは無理だわ。はい、アプローチグリーン出ました。8ヤード、カップ2個ぐらいスライスですね。2個いかないかな。しっかり打った。いや、切れた。切れる。 OK です。はい、いただきます。痛恨のダボですか？ダボ？マジか。この距離でもまあまあ切れる、ね、結構切れる。これカップ外すでしょ？外しますね。うん、ナイスパー、ナイスパーです。ありがとうございます。はい、解説させていただくとグリーンの手前ね、ここ全部あの止まんなくてもう全部これ赤です。で今のピンポジションがここにあったんだけど、これ矢印があるからこれってね 2.6 度以上なんで、ここも全部止まんないです。だから今のピンポジションもうなんならねピン差し掛かってたね、うん、で全体これね右サイドは右にちょっと流れていて、まあ、最終日とかであれば結構ピンの池の上にピンが切ってあるような感じ。だからこの辺にピンが切ってあるときはこのピンエッジっていう、このここがグリーンエッジだけど実際のピンの切ってある手前のエッジをピンエッジ、だプラス18ヤードしなきゃいけない。この辺に落ちた球っていうのは池に入ってしまうんで、このピンポジションのときはまあ本当に2ピンぐらい右を狙って打つんじゃないかなって思います。奥はまあ実際はそんなに悪くない。今実際ここの幅って5ヤードぐらいあって、見てみると、まあ、普通にラフがあるんで、あのそんなに悪い感じじゃないです。でこの辺今の時期は、まあ、芝が、まあ、少しちょっと薄いっていうのもあってグリーン周り難しいけど、逆に言えばラフはそんなにあのラフの抵抗がないんで割と簡単に抜けるっていうか、まあ、優しいアプローチになるかなと思います、はい。